リュウさん、どうも。今日はですね、カメラ転売の小野沢さんの塾のフォローアップ、毎月やってるフォローアップセミナーが終わりまして、で、まあ、今日参加していただいたリュウさんです。どうでした今日受けてみて。なんか始めたばっかりで、はい、全然まだ何も分かってないんですけど、はい、すごい具体的な話と か、 なんか裏技とかがあって、はい、裏技、あ、これは毎回買うなあかんわ、あかんわみたいです、はい、まあこんな感じ、まだちょっとやってるんですけど、まあ、こんな感じでやってます、はい。まあ、今日はね、あのお盆っていうこともあって、まあ、人数はちょっと少なくて、ありがとうございます。お世の中お盆ですよね。私も今日あの実家から帰ってきたところで。あ、そうなんですか。お盆なんかすいません。はい、お盆やからこそ、ほんまは、あ、そうですね、お盆だからこそやらないとダメですよね。みんなが休んでる。まあ、あのこの小野沢さんのフォローアップ、まあ、塾のやつは、まあ、毎月無料でやってるので、まあ、この動画見てる方で塾生さんいるかわからないんですけど、まあ、もしまだ参加したことがないんであるならば、ぜひ参加していただければなと思います。まあ、実際最近もう本当今月ですよね、入られたの。そうです、はい、2週間前ぐらいですかね、はい、で今もう、勉強して今やってると。はい、3品出品してて。あ、3品もう出品したんですか。小野沢さんに手伝ってもらいながらなんですけど、はいはいはい、であのメルカリやったかな、ちょっと1個だけ出し方が分からなくて、はい、この間 LINE で質問したら、はい、今日終わってから教えるよって言われて、はい、一応パソコン持ってきたんですけど、はい、ちょっと日にちが経ってるので、はい、どんな質問やったっけなみたいな質問自体を忘れてると、はい、でももう出品されたんですね。あの小野沢さんが、はい、あのちょっと一緒に手伝ってくれて、はいはいはい、やり方を教えてくれて、はい、ほんであの、まあ、ほとんど小野里さんが写真撮ってやってくれた。マジですか。はい、であとは声でみたいな、はい、めっちゃもうなんていうか、そんな私まだ意味分かってへんのにそんな進まんといてよみたいな感じですごいドーって早く教えてくれた。もうフルサポートですねえ、じゃあ小野里さんがその出品用の写真とかも撮ってくれたんですか。そうです。すごい、で、まあ、またあと今日は細かい設定のやり方とかを今からまた教えてもらえると。ま、なんか一部やけど、はい、ちょっとこれのヤフーボックスに入れてそれをどう出したらいいか分からないっていうのは質問して。あ、じゃあ本当細かい感じのパソコンのなんかちょっと設定というか。う、なるほど。じゃあこの後まだちょっとやってますけど、まあ、こんな感じで、はい、やってます。はい、まあ、本当に今日人数少ないので結構密に、あの今日はね、あのその実際に塾生さんが出品したやつを添削するとかいうのもやってました。まあ、添削を見て、何でしたっけ、あのここが悪いとかね、やってましたよね。はい、まあ、そんな感じです。 ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、すいません、どうぞ。はい、ということで、はい、まあ、最近ね、この iPhone で撮るっていうのがね、僕の中でハマっておりまして、まあ、ポケットから3秒で撮って3秒で動画が撮れるっていうこの素晴らしい iPhone、はい、まあ、この後小野沢さんにもちょっとインタビューしようかなとは思うんですけど、はい、ぜひカメラ転売塾入ってくださいお待ちしております。まあ、僕もね、あのカメラ転売のこのフォローアップとかはまあ、カメラマンとして手伝ってますんで、はい、まあ、毎回言います。はい、まあ、この後その師匠である塾長の小野沢さんの、まあ、声を取ろうかなと思います。では、どうも、塾長の小野沢さんです。小野沢です。はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、最後の最後までフォローしていただいて、はい、そうですね、はい、パソコン、リュウさんパソコンもちょっと微妙と、まあ微妙です、はい、まあ、あの手取り足取りありがとうございます。そうですね、はい、まあ、別にパソコンはそんなに関係ないですよ、あんまり、はい、あれでもね、さっきあの言ってた方もあれですもんね、なんかメールも、そう、メールもできない、メールもできなかった人が今、うん、いくらぐらい、20〜30万ぐらい稼いでると、うん、なるほど。パソコンは本当関係ないですね、うん、もうやろうっていう気持ちがあるかどうか。なるほど、まあ、仕入れて売るっていう、売るだけですねやっぱりそのなんかやっぱ転売って普通の商売じゃないですか、うん、そこにパソコンっていう道具を使ってるだけなんですよ、まあ、う、だからそ、知識あんまりいらないですよね、うん、まあさ、まあ、なんだろう、まあ、転売をする上で、まあ、ネットで売るからっていうことですよね。それだけの話ですよね。まあ、リアル店舗持っていけば別にネットもクソもいらないですもんね、うん、
まあでもリアル店舗だと利益取れないっていうね。リアルだと結構きついですよね。まあ向こうもね店舗のね費用とか固定費とか人件費あるんでね、めちゃめちゃ安い価格で買い取りますもんね。無理でしょうね。はい、ということで、まあ、今現在ですね、あの小野田さんのカメラ転売の合宿セミナー、これ案内してるんですけど、まあ、最初ね結構申し込みパンってあったんですけど、今ねちょっとねあの申し込みが途絶えてると。これどういうことだと。どういうことですか。あの最初はねあの、うん、かなり勢いよくこの申し込みがあったんで、もう10名いくかなと思ったんですけど、うん、今ねちょっとね落ちてるんですよ。ちょっと落ちてる。だいぶ勢いが落ちますね。勢いが落ちてます。まあ、あの合宿セミナーの日程が合わないっていう方もいらっしゃると思うので、うん、もしそういう場合はあの基本的に塾入っていただいた方が、うんうん、ただいつでもやれます、ね、そう、いつでもやれるんで、まあ、塾入っていただいた方がいいかなとは思うんですけど、ただ塾の料金はやっぱちょっと高いので、うん、まあ、合宿セミナーだと、まあ、ちょっと落としてるので、まあ、そっち参加していただければ。で今回の合宿セミナーのオファーっていうのが本当にまあ返金保証もあるし、あとはまあ小野田さんが実際ね、うん、カメラを持ってくると。そうです、そうです。そうで、カメラを小野田さんが持ってきて、売れるカメラを持ってきて、あなた の ID でそれを出品すると、うん、で出品する撮影も全部その合宿中にやっちゃうっていう。やっちゃいますね。で合宿中に出品と、はい、そうなんです、はい、これもう絶対結果が出ないわけないですよね。結果は絶対出ますよね。 100% 出ますね。 120% 出ます。だってまあその合宿セミナー中に出品するわけですから、うん、うん、ネットビジネスの成功者に一瞬でなれる、ね、一晩になれますよ。なんという素晴らしい合宿セミナーですよ、はい、5000円、まあ、5000円とか1万円は稼げますからね、うん、なんかよく言うじゃないですか、5000円以上稼げる人何パーセントしかいないとか。なんか 95% の人はネットビジネスやって5000円すら稼げないと、うん、って言いますよね。一晩でそれを成し遂げると。余裕ですよ、余裕、はい、本当にね稼いだことがない方は、まあ、その合宿セミナー来れば、まあ、その日に必ず出品まで行くので、まあ、これ絶対結果出ます。そうですね。で万が一今回その赤字が出た場合、小野田さんが補填すると、うん、もうねこれノーリスクで出品ができるっていうね。こんななかなか合宿ないっすよね。ないですね、うん、多分やってる人いないっすよね。いないと思いますよ。いないっすよね、うん、ノーリスク、もう成功するしかないですよね。成功するしかないっていうようなコンセプトの合宿セミナーなので、まだ若干残り5名か4名だったかな、あるので、あのもし検討されている方はぜひ来てみてください。でプラスあの不安な方は電話相談、小野田さんが直接やってますので、はいですね、はい、電話していただければ、うん、でまだ今日16ですよね、これ撮ってるのが、ね、16なんで、はい、合宿セミナーが29の土曜日なので、はい、まだね、まあ、先着10名なので、はい、10名の枠埋まってしまったらちょっと募集は終わってしまうんですけど、まだ一応期間はあるので、うん、不安だったらまあ電話していただければなと、ね、はいはい、思います。でプラス合宿セミナーどうしても日程合わないようだったら、うん、塾に塾にもう合宿はもう はい、やらないですから、はい、もう多分塾の方に来ている。そう今回の合宿っていうのは、はい、まあ、ノリというか、うん、まあ、ちょっとやってみましょうかっていう感じで、うん、まあ、本当ね、本当合宿ですよね。そうですね。夜21時スタートの朝までみたいな。朝まで。で朝までやったら、はい、お疲れ様でしたみたいな。そうですね。まあ、ちょっとなんかあそこの食堂行ってもいいですね。ああ、そうですね。ちょっと朝食食べて。朝食食べて。あの24時間の食堂があるんですよ、はい、近くに。そこでね、うん、朝飯納豆ご飯みたいな。そうですね、いいですよ、はい、まあ、そんな感じ の、うん、あの結構スパルタンな感じでもありますけど、 でもまあ、でも数日後にはもう利益確定しますからね。もう数日後に利益確定するっていうね、うん、その多分、まあ、いろんな多分合宿セミナーとかいろいろあると思うんですけど、うん、それって結構ノウハウを聞いて終わりみたいなのあるじゃないですか、うん、その勉強して終わりみたいな。今回の合宿セミナーはコンセプトがそもそも違くて、その利益を出すと確実に、はい、うん、でもし利益出なかったら小野田さんがもう利益あの赤字分を補填すると。補填します、うん、なんという合宿、うん、もうなかなかない。でなかなかないです。もう相当多分もうやらないですよね。やらないです。もうやらない。やらない。大変だからやらないです。もう大変だからやらないので、うん、まあ、このチャンスをぜひ生かしてほしいかなと、まあ、29、30はもうちょうどあれですよね、夏休みの終わりというか終わりの最後の土日ですよね。いや9月だから。ああ、そうそうそう、8月か。8月そうです、ね、最後の土日。そう、最後ですね、はい、うん、なんでぜひ、ね、はい、まあ、今日はですね小野田さん、うん、かなり、まあ、フォローアップセミナーでガンガン喋っていただいたので、うん、かなり喋れました、はい、お疲れモードで眠いと
お疲れ様です。もう全力尽くしましたね。もうだいぶ話していただいて、だいぶ話しましたね、今日もだいぶね、濃いノウハウを、はい、うん、まあ、最近のあれですよね、はい、あの事例とかね、うんうん、やっぱもう転売、まあ、カメラ転売に限らずその転売の市場が今超熱くなってるって、ね、そうですね、もう今転売めちゃめちゃ熱いですね、うん、まあ、それ誰でも稼げますよ、うん、それはなぜならばっていうことを、まあ、今日いろいろとその濃いノウハウ喋、はい、っていただいて、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、またこれからもよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあぜひ合宿セミナーでお会いしましょう、はい、僕もあの参加しますので、はい、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。おざっす。